たりとかして嘘つきだってね、はい、それでやっぱりこうサッカーを見に行くときは、うん、やっぱ香川選手だったら香川とか、うちだったら内田選手とかのファンの人のそう書いた方がいい、書いた方がいいなってプレゼントしてもらったもんだしね。そう、あそれはやっぱ部屋に飾っといて、やっぱちゃんとした香川選手のファンのやつを聞いていけば、それが一つ勉強になるので、すぐ反応する。食べてねえで、どうやっていいです。シールを貼り出すんです。あの、あ、値段ちょっと高
だから 30% オフみたいな、こう張り出すんですよ、下の。そっからこうみんな、あーっと持っていくんですけども、すごいせっかちなんで、まだ貼らない、ここにあるやつを、お下に、こうやってください。最近の話なんですけども、まあ、来週の坂本冬美さんと、はい、9月に舞台をやるんですけども、その、まあ、スチールドリっていうポスターを、ね、はい、1ヶ月後にポスターを撮るのに、まあ、今回のお芝居で時代劇をやるんですけども、2人ともその、まあ、町娘の格好をして、はい、まあ、写真を撮ったんですけども、私の方が写真撮り早く終わって、まあ、冬美ちゃんがその後まだ残ってたんですね。で、じゃ あ先に着替えるからその、まあ、時代劇の格好してますよね。ですから、まあ、それを着替えて、まあ、自主服に戻って、自主服に戻ってこう着替えてたんです、途中まで、うん、で、パッと見たら、あれ今日これ着てたっけ、冬美さんの私服着ちゃってて、しかも下着まで着けてたんです、この夏、声優なら次人が 50%!
ニフト最大やる。落としたやろ。僕の夏休みはママの公式スポンサー P&G とご覧のスポンサーの提供でお送りします。見てて、テレビ。うん、うん、前よりも一層心を閉ざした。